はい、どうもりです。今日引いていくのがこちら、サンリオキャラクターズ当たりくじ。はい、というわけでね、今回はサンリオキャラクターズ当たりくじがね発売ということで引いていきたいと思います。サンリオキャラクターズっていうね響きなんか聞いちゃうと、ちょうど来週からサンリオキャラクター大賞が始まるということで、僕もね今年ねバリバリ投票していこうと思ってるんですけど、今年はね特に応援したいキャラクターが2人おりまして、少し前からねツイッターも開設して、今ねメキメキと宣伝、もう本当にプロモーション頑張っているクロミちゃん、あとね去年ぐらいから頭角を現しているコギミュン、狙っていきますよ。大賞狙いましょう、頑張ります。はい、少しね話が逸れてしまったんですけど、今回のサンリオキャラクターズの当たりくじもね、様々なキャラクターがアソートされてます。今回のテーマがねレトロ風で可愛いデザインということでね、早速ラインナップちゃちゃっと見ていきたいと思います。で今回上位賞3種類ございます。まず1種類目ザイス、こちらが2本、デザインもねレトロ風で可愛くなってます。このお花ね完全に算数セットのあれです。続いて2種類目保温保湿ポット、こちら2本、これね1周ぐるりとサンリオキャラクターズがプリントされてる可愛いポットになってます。そして3種類目なんですけど、こちら4キャラいまして、スリッパ、ハローキティ、シナモロール、ハンギョドン、ポムポムプリンの4種類、こちら各1本になっております。はい、こちらねサイズの内寸が25センチで婦人用フリーサイズということで、ふざけんじゃねえぞってことで次いきます。こっからは解消7番グラス、こちらがね1種類で10本、8番小どんぶり、こちらも1種類で8本、9から13指人形、こちら5種類で各3本、そして14から16フローケ、こちら3種類で各3本、続いて17から19シートクッション、こちら3種類各4本、あー黒みちゃんいいね。そして20番ソフトバスケット、こちら1種類で各8本、最後ラストスペシャル賞がロングマットとなっております。はい、といった感じのねラインナップなんですけど、今回の狙いはねスリッパなんですよ。今使ってるスリッパね、スヌーピーのスリッパ使ってるんですけど、冬用でねもうかなりね汗ばんじゃって暑くなってきたんでね、そろそろ買いたいなと思って、できればねスリッパをここでゲットしたい、まあ、ただね足が入らない可能性があるんですよ。そこはねもしゲットできたら実際に履いてみます。あと気になってるのがね指人形、800円でね指人形ですよ。これね多分ポケモンキッズみたいなやつじゃなくて、多分800円だからなんかちょっとね豪華な感じになってるんじゃないかなと予想してます。あともう一種類狙いがねクロミちゃんのシートクッションになります。これゲットできたら会社で使いたいです。はい、といった感じで狙い以上になるんですけど、まあ、今回引く回数かなりねイレギュラーなラインナップでねめちゃくちゃ楽しみなので、引く回数はいつもね8回ぐらい目安にしてるんですけど、指人形が出るまでね引きたいと思います。はい、といった感じで何回引くことになるかわからないんですけど、発売日当日引いていきたいと思います。お願いします。ウッパンダープロンソンキッタイ、いい朝です、はい、今日から新しいモーニングルーティンが始まります。じゃん、ピテラエッセンス、さっぱりしていてサラサラだからぐんぐん浸透します。未来のために、これからのために。
お願いします。はい、というわけで戻ってまいりました。いやー、めっちゃ寒かった。4月入ったのにね、めっちゃ寒いんで、皆さんお体気をつけてください。まあ、結構ね寒い中引いてきたんですけど、今回ね最初の5回でね、もうほぼほぼ目的達成で満足感あったんですけど、まあいつも通りね3回おいくじしたらね、あれが当たっちゃったっていうねまあそんな感じなんですけど、早速ね当たったもの見ていきたいと思います。じゃあ下からいきましょう。まず1つ目こちらです。はい、ソフトバスケットになります。なかなかいい感じのね大きさになってます。はい、絵柄ねこんな感じなんですけど、今回レトロモチーフということで、まずねプリンアラモードとメロンソーダ、ラムネとラブレター、そしてはい駄菓子屋に、下はねこうお茶会、あ扇風機ね、コップでかくない。はい、真ん中のトリオは銭湯だね。で最後キティちゃんたちが一番なんかレトロ感あるよね。レコードとかね、黒電話、まあ、黒電話はね僕ギリギリの世代ですね。おばあちゃんちとかねありました。でこれね4面ともほぼほぼ同じ柄ですね。これね結構活躍するんじゃないかなと思ってるんでね、今後なんだろう、何かしらには使いたいなと思います。はい、続いて当たったのがこちら、シートクッションのマロンクリームです。はい、こちらね開封してみたんですけど、はい、どうでしょう、このぐらいの薄さで、後ろはね滑り止めがついてます。でイラストもねとても可愛い感じで、このね文字体とかがね特にレトロ感が出ててね好きです。クロミちゃん出なかったんですけど、こちらはしっかりね会社で使っていこうと思います。まあ、絶対みんなね懐かしいとかめっちゃいじってきそう。はい、続いて当たったのがこちら、指人形のマイメロ、これを待っていた。はい、指人形を開封してみました。指人形って言ってもね、まあ、ほぼほぼぬいぐるみです。で手にはねクリームソーダ持っててね、リボンがね可愛いよね、ここにリボンあるの。はい、指入れるとこんな感じになります。意外と僕は好きなんでね、また別のキャラクターでも今後のくじに展開してほしいなと思いました。はい、続いて当たったものこちらになります。小どんぶり、なんか小って割にはね結構箱でかいんだよね。はい、こちら開封しました。まあ小っていうほどの大きさでもないと思うんだけどね。でこれね上の方に丸々一周キャラクターがプリントされててね、めっちゃ可愛いんですよこれ。お花とキャラクターがね交互になっててめちゃくちゃ可愛くない？これこれで800円はね全然安いと思う。いやこれ普通に嬉しいんでね、今後使いたいと思います。はい、続いてどんぶりの次はこちら、グラス2個当たりました。はい、グラスねこんな形になってます。ちょっと変わってるよねこの形で、これね絵柄がめちゃくちゃ可愛いんだよね。みんな鼻の後ろからね顔をポコッと出してるんだよね。はい、こんな感じ、あれなんかはみ出てるでね、こんな感じね、もう品物は飛んでると。はい、まあ、これね多分クリームソーダとかそういうのを想定してると思うんですけど、全然なんかお酒とか入れてもね可愛いんじゃないかなと思いました。はい、ここからねジョイショーになります。まずジョイショー1つ目がこちら、スリッパのポムポムプリン。果たしてね僕の足に収まるのか、そこだけがね一番不安なんですけど、早速ね試してみようと思います。はい、ここからね僕の足に果たしてねこれが入るのか、ちょっと頼むよ。無理、もうこれ限界。もうせっかく当たったのにマジショックさあ気を取り直してね、もうさっきの忘れましょう。続いてはザイス。いや僕ねサンリオくじでザイス当たるの多分3回目ぐらいなんですけど、もうねさすがにいらないって言ったらちょっと失礼なんですけど、ちょっと置き場所とかね困ってきちゃいました。動画的にはねちゃんと開けて商品は見せたいなとは思ってるんですけど、これはね視聴者さんにプレゼントします。まあ、YouTube 上ではねプレゼント企画できないので、 Twitter 上でやろうと思ってるので、ぜひね Twitter の方チェックお願いします。概要欄に詳細貼っとくのでぜひチェックしてください。はい、というわけで今回はサンリオキャラクターズ当たりくじ引いてきましたが、いかがだったでしょうか。まあ、本当ねいつもと違ってね変わった商品がいっぱいあるのでね、楽しめるんじゃないかなと思います。こちらね1回800円で全国のサンリオショップまたはねコンビニ等で発売しておりますので、気になる方ぜひ引いてみてください。今後もサンリオくじとかねいろんなくじ引いてたり、あとアニメグッズ等開封してますので、よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。